ちゃんと毎日つけてますよ寝る前だけやけど <laughs> こんばんは待ってたよって嬉しい毎度こんばんは全力待機してましたさすがです嬉しいその服ってこないだのお話のやつあそうですお話し会で着てたやつインスタにも載せたかな そうですお気に入り大好きめっちゃ可愛いんですよねこれ可愛くないぴ,たぴったりめの服結構好きでぴったりやしこことここのもねこのフリフリ可愛いすぎ色も可愛いしここも可愛い全部可愛いなこれその服好きやってお嬉しい同じや同じはるかも好きこれみんな可愛いいって言ってくれてるありがとう 首かわいいよなリボンもついててなんかザ女の子って感じホリルかわいいね可かわいいよなはるちゃんも可愛いありがとうございますなんか言わせちゃった感じあるけど <laughs> 秋らしい色味でかわいい確かに秋らしいね今の時期には持ってこいってことですかね <laughs> フフリフリママさん好きそうあママ好きだと思いますママでも結構いろんな感じの系統のお洋服好きかないろいろ今日のメイク好きほんとんか今日久々にまたこっちに戻したアイパレピンク強がりのピンクグレージュに戻した久々に なんか最近ずっと予感のアプリコット使ってたんですけどちょっと今日はこのお洋服に合わせてなんかちょっと甘い感じに甘々な甘々すぎない,い,い甘さを出したいなって思ってこっちにした今日はなんかちゃうとこうしてもうた良きやったーうわーいどっちがいいかなって最近ずっと思ってたんですよ 上品な感じがする本当嬉しいなぁ後ろのクマさんサンタ帽をかぶってそうこの間はねあのハロウィン仕様やったから魔女の帽子みたいなのをかぶせてもらってたんですけどクマさん <laughs> 変わってた甘い <laughs> 甘々のはるちゃんが好き嘘甘々好き なんかどっちがいいかなってずっと思ってて聞いてみたかったどっちの方が好きかこのこっちのアイシャドウ使ってる時かアプリコットかまあいろんなメイクしたいなとは思ってるんですけど <laughs> ちなみに今日はあのあれですからねちゃんとあれしますから教えてはるちゃんの残り <laughs> この間できひんかかったやつしますからね皆さんはるかのこといっぱい知ってくださいよ今日の配信でもどっちも好きって書いてくれてる今日のも好きもうクリスマスかね早いよなちょっと先取りなんですけどママがやってくれてたお部屋の装飾 いつのなんやろもうねめっちゃ前よ8月とかですから8月8月9月ですね10月11月が1個ずつあります1個ずつ <laughs> めちゃめちゃ前よなほんとお待たせして申し訳ないです この前見れなかったけど答えてくれてありがとねああこちらこそいっぱい質問ありがとうねありがとうございます最近教えてはるちゃんの存在自体忘れてそうよなーいやー皆さんねあのはるかのことを気使遣って置いといてくださってて <laughs> そろそろあれなんですけどでも今日多分 全部終わるのでもしよかったらあの教えてはるちゃんっていうね企画を勝手にやってて <laughs> ブログでえっとハッシュタグ教えてはるちゃんって書いてあのもらった質問にブログじゃなくてショールームで答えるっていうのを毎回させてもらってるんですよまあショールームできる時とできひん時があるからちょっとこんな感じでね期間空いちゃってめちゃめちゃ前のやつとかになっちゃったりするんですけど なんかはるかの言葉でやっぱり皆さんにお伝えしてもっともっとはるかのこと知ってもらえたらなっていう企画なのでそうちょっとお待たせはしちゃうんですけどさせてもらってるので多分今日終わるっていうかもうねめちゃめちゃ待たせてるので終わらせたいですなので <laughs> 今日終わるからまたあのブログの方で質問いつでも募集しているので。 あの何か聞きたいことがあればブログにコメントしていただけると嬉しいです教えてはるちゃんって「ハッシュタグ教えてはるちゃん」って書いてくれたらもうあのここでねショールームで答えさせていただくのでまた質問します待ってます質問会議そうなんですよお待たせそういうシステムなのそうなんですよそうこないだでも一応あれなんですよねブログに質問を 書いてててくださっててでも,もう教えてはるちゃん最近こうやってしてないからさ知らない方もね結構たくさんいらっしゃったのでそっちではもうあの書かせていただいております今回あの教えてはるちゃんとしてだから安心してくださいじゃあちょっとね今日でちゃんと終われるように一旦ね終わってまた質問を受け付けられるようにということなんで。 早速教えてはるちゃんいきたいと思いますはいよろしいですか皆さんありがとうこちらこそありがとう頑張っていこう頑張ります頑張る <laughs> はいじゃあいきます一つ目もう8月ですけれどもこれまだ え夏といえば野外ライブやフェスが多く開催されますがはるちゃんは野外ライブやフェスを見に行ったことはありますかホリーさんからいただきましたありがとうございますこれはないです野外ライブやフェスはもう夏といえばはるかはねバレーの夏って感じなのでまあ、季節問わずなんですけど <laughs> 本当に野外ライブとかフェスとかライブ自体行く機会が全然なかったので行ってみたい 感じはすすごくあります特にさやかさんの卒婚の時にさやそにで野外としでさせてもらったじゃないですかその時になんかファンとしてお客さんとしてもなんかこういうの体感してみたかったなって思いました「フェスめっちゃ楽しいよ」って書いて「え楽しそう」いや夏ねめっちゃ盛り上がれそうって感じです。基基本本家家かからら出出ない <laughs> はるちゃん基本家から出なそ バレーしかかかっってなかったかなたそれ以外あんまり家から出ることなかったかも <laughs> はいじゃあ次、えー、こちらもホリーさんから頂きましたありがとうございますはるちゃんはお化け屋敷に入ったことあるあとユニバのハロウィンナイトホラーナイトかなホラーナイトはやっぱり怖かったこれはお化け屋敷は入ったことないです入ったことないなんか怖くてやっぱ入れなくて。 入っってみたさはすすごいずっとあるんですけど分からへんけどちょっと怖いですねオン系は怖い <laughs> <laughs> はいじゃあ次、えー、今回の貞子とドナルドのオファーはいつあったの,しの白塗りの感想ははるちゃんはてっきり怖がらされる方だと思ってたのに大地ちさんから頂きましたありがとうございますこれは あれですねなんだっけ YNN さんでさせていただいた企画ですよね, <laughs> ね貞子とドナルドのオファーいつあったのかはもう覚えてないですただ台本が来た時になんかお化けのカッコになるみたいな感じでざっくり最初書かれててもうその瞬間にあもう絶対貞子やろうなって貞子は来ると思ってたやっぱ名前 <laughs> に貞が入 であるから絶対来るやろうなとは思ってたけどまさかマクドナルドのドナルドをする機会が来るとは思ってなかったですね <laughs> はいでもいつあったのかちょっと忘れちゃったごめんね。白塗りの感想はうーんバレエで白塗りに近いものをずっとしてたから。 特に抵抗はなかったしあ久々のこの感覚やって感じやった <laughs> めちゃめちゃこうクレンジングで落とさなあかんな <laughs> みたいな <laughs> そんな感覚でしたはい、はい、すごく貴重な経験をさせていただいたと思います <laughs> まさか自分が困難すると思わんかったけどはいじゃあ次 えー、ホリーさんから頂きました、えー、ロケで貞子を演じたはるちゃんですがはるちゃん自これホラー映画ねホラー映画はうんなんだっけ「リング」ってやつを昔ほんまにちっちゃい時もう覚えてない内容ちょっとあんま覚えてないぐらいのほんまにちっちゃい時に一回パパが見てたんかなそれでなんかなんとなくはるかも一緒に見てて。 その時にめちゃめちゃ怖かったからなんかあれなんですけどでもそれこそチャッキーは、えー、去年玲子ちゃんと見に行って映画それ全然大丈夫だっただからチャッキー <laughs> チャッキーなんか余裕なんかもしれん <laughs> チャッキーいけるかも本当にあった怖い話あっんか大丈夫でした前まではめちゃめちゃ怖かったんけど今年はなんかものによるかも 後ろからなんか背後から迫ってくるとかちょっとゾッとする怖いですねそうなんですチャッキーかチャッキーかわいいはや,やばいかわいいはなっちゃうと思う <laughs> チャッキー怖いよはいじゃあ次リング怖いよなめっちゃ怖いよな,なんか怖いっていうことだけ覚えてる内容覚えてないけどはいじゃあ次 これもホリーさんからいただきましたありがとうございます次もし冠ライブをするとしたら単独それともまた誰かとのユニットライブこれはまあ、6期生で何かするのもいいなっていう風には思うんですけども単独もやってみたいなっていう気持ちが出てきましたなんかそれこそこの間ユイナと2人でさせてもらった時は まだこう自自分にも自信がなかったしすごい二人の安心感二人での安心感もあったからなんかやっぱりあ二人やなってカムリライブするならと思ってたけどもっともっとなんか自分に自信をつけるなら単独でもするべきかなっていうふうには思ってますやってみたい。一人でしかかなんかこう 出せない味もある気がするし今度もしするなら一人でしたいです、はい、でも6期生でなんかやってみたいね帰省で単独あったらめちゃくちゃ行きたい嘘ー。そその時はぜひ <laughs> まだ分からんけど全然全然何も決まってないけどやってみたいぐらいなんではい <laughs> はいじゃあ次、えー、こちらも堀井さんから頂きましたありがとうございます差しし入れの駄菓子何が一番美味しかった <laughs> これな8月25日にもらってるんですけど何の時の差し入れで何の駄菓子があったかちょっと忘れちゃった <laughs> ごめんなさい何がおいしかったんやろうちょっと過去の自分に聞きたいです <laughs> はい次えー、どれだ これか。ちゃんはる0630さんからいただきましたありがとうございますさだはるちゃんがリップ集めに目覚めたのはいつ頃からこれは中学生ぐらいかな中学入ってすぐぐらいの時からかなリップ集めもともと小学校の時からあかりんさんの女子力動画とかあと他の美容系ユーチューバーさんの動画見ててその皆さんがなんか部屋 ルームルームツアーみたいなのをしてて自分のコスメ収納の紹介をしてた時にリップがこうバーって並んでるのがめちゃめちゃ可愛いなって綺麗だなって思ってておっきくなったらこんなんしてみたいって自分もこういう部屋にしたいって思ったのがきっかけでやりはでき始めたのは中学生ぐらいの時かな中学生ですかね 今もねちょいちょい今日ももう新しいの買っちゃったんですけど <laughs> ちょいちょいね集めていけてるのでもうちょっとね何かいつかねまた皆さんにお見せできたらなって思いますどんな感じでコスメ収納してるのかとかです、はい、じゃあ次山口ライライ亭さんから頂きましたありがとうございますアメリカンンドックとフランクフラルト どちらが食べたいですか？これはもう即答でアメリカンドッグです。アメリカンドッグ結構好き。フランクフルトね。ほんまに何回かしか食べたことないかも。フランうん、アメリカンドッグ。よく食べてましたね。最近全然食べてないや。最近全然食べてないですね。食べたいですね。最近じゃない？<laughs> 久々に <laughs>。 のカリカリしてるとか美味しいめっちゃ好き吉大好きわかるーめっちゃわかるー <laughs> はいじゃあ次大地ちさんから頂きましたありがとうございます、えー、夏やりたいことは聞いたけど秋だからこそやりたいことってあるこれはもう断然おしゃれですやっぱ秋服冬服って一番おしゃれだなぁと思うのでこの時期に おしゃれしたいですね頑張ります寒いけど <laughs> はい次、えー、味方町から頂きましたありがとうございます宇佐市のお風呂はどうされてますか宇佐市とはまあまず我が家の可愛い可愛い愛犬の女の子の犬なんですけれども宇佐市のお風呂はトリミングに行かせたりあとお家でも入れたりしてます2週間に1回ぐらいなのかな 入れてますおととい入りましたちなみに <laughs> はいじゃあ次藤枝さんから頂きましたありがとうございます「焼肉大好きのはるちゃんは焼肉を食べる時白ご飯も食べますか自分は白ご飯を食べる時なるべくご飯を汚したくない食べ方をしますがはるちゃんが白ご飯の食べ方にこだわりはありますか?」これはなんとなくわかる気がする、まあ、まずまず言うと 焼肉を食べる時に白ご飯は本当は食べたいんですけど食べないようにしてますやっぱり、まあ、あの白ご飯を頼むともう白ご飯だけでもお腹いっぱいになっちゃってお肉があんまり入らなくなっちゃうんですよ意外と小食らしいんで自分では普通だと思ってたんですけど周りからすると結構「小食」ってよく言われるから。 そうだからお肉をもう焼肉はもう焼肉を楽しみたいお肉を楽しみたいので <laughs> ご飯は頼まないです昔は頼む本当は白ご飯をねあの焼くでさ巻いてさ食べたいんで白ご飯太っちゃうからそうなんですよ白ご飯ね結構ボリューミーだしねはいって感じでで白ご飯の食べ方にこだわりは うんこだわりって言われるとちょっとピンとこないんですけどでもこの質問くださった藤枝さんが白ご飯を食べる時になるべくご飯をよを汚したくない食べ方っていうのがすごいわかる気がするはるかもあんまりその食べるけど丼類がそんなにこう好きじゃないってよく言ってるじゃないですかだからわかる気がするだからこれは同じこだわりなのかもしれへんはい じゃあ次、えー、奈美ちゃんから頂きましたありがとうございますクッションンファンデってどれくくらいのペースでなくなるこれはねクッションファンデあるかどれぐらいかな結構持つんですよね持つのにもかかわらずいろんなのを試したいから結構いろんなものを使うんですよだからねあんまりペースっていうのが分かれへんでもめちゃめちゃ持ちますね 今めっちゃずっと使ってるのはクリオのキルカバークッション一回多分紹介したと思うんですけどそれはめちゃめちゃずっと使ってる気がするパフは交換しつつって感じかなはいじゃあ次え風船ウさぎさんから頂きましたありがとうございます えー、はるちゃんにとってパパさんと楽しかったこととか思い出一番の思い出はどんなことこれは回遊館に連れてってもらった時ですかねめっちゃ前 <laughs> もうほんまに3歳とかの時じゃないかな4歳とか記憶がねこうちょいちょいしかないぐらい昔ですよなんかママがその日いなかった パパと二人でお留守番だった時にパパがなんか行こうってつれてってくれたなんでお姉ちゃんお姉ちゃんどうしてたんだろう <laughs> お母さんと一緒やってたんかなちょっと忘れちゃったけど <laughs> あお姉ちゃん学校か普通にお姉ちゃん学校だったかも普通にお姉ちゃん学校かもしれないですそうだ 中学生とかだもんねはるかが3歳の時とかそうだそれだだからいないんだ <laughs> そうパパに連れてってもらったことかな、えー、ママと出かける機会式が結構多いかなピアノも教えてもらった記憶もないこともない <laughs> ちっちゃい時にパパピアノ10年間習ってたんで 教えてって言って教えてもらった気がするはい <laughs>、はい、じゃあ次しんちーさんから頂きましたありがとうございますこれはね同じような質問いただいてましたねもう一個きくやんさんも同じような質問でしたありがとうございますえー この質問を読まれる頃には7期生とも一通り合ってると思うのでズバリ7期生の中で春ちゃんのお紙面は誰ですかこれはこの間もちょびっとちょこっと言ったと思うんですけどまあアンジュちゃんですかねマナベアンちゃんかな7期生一通り一応みんなとお会いしたんですけど 一言もまひ、あ、言は喋ってるけどあんまりねじっくりお話ししたことがなくてまだ全然挨拶ぐらいかなだからあんまりどどの子がどんな子なのかっていうのはわかんないんですけどでもアンジュちゃんのお顔が好きですハーサちゃんに似てるからハ <laughs> ーサちゃん欲しいやからやっぱ そういう系統の顔が可愛いなって思うんかな美人さんよな、ね、めちゃめちゃ綺麗なお顔してるなっていつもブログ見てても思いますねそう同い年なんですよびっくり大人っぽいですねですはいじゃあ続いてホリーさんから頂きましたありがとうございます7期生に会った最初の感想はこれは <laughs> すごい なんて言うのやろう陽キャの方たちがいっぱいだな <laughs> って思いました正直 <laughs> 陽キャやなーって思いました陰キャの私としてははい <laughs> めっちゃ陽キャじゃないちょっとついていけるかどうかがあれなんですけど全体的に陽キャだなって思ってます,、はいすごい ギラギラとしたオーラが見えます <laughs> なんかロッキーも結構陽キャな人多いなってずっと思ってたんですよドラさんにもよく言われててロッキーは陽キャみたいな陽キャが多いみたいな言われてたからあ、ロッキー陽キャなんやってまあ遥かは陰キャと思ってんねんけど自分ではなんか陽キャなんやなって思ってたけど7期生見てあ、ロッキーって陰キャかもっ思った <laughs> はいって感じですかね <laughs> ロッキーそうロッキーロッキー王ーャじゃないかも意外と7期生見ると思います本当に隠してるらしい隠れてるらしいですインキャ隠せてるんやってはるか <laughs> はい次えー シュートさんから頂きました。ありがとうございます。はるちゃんは反抗期ありましたか？これは自分的には全然反抗期わかんなくて、どうなんやろうと思って、ママに聞いたところ、特別ないとのことです <laughs>。特別ないらしい。反抗期。まあ、元々その名になんか？自分の意見しっかり持ってる方だと思うし。 はっきりこう自分の思うことは言うタイプやしママにはね <laughs> ママにはっていうかお家ではあんまりこう表に立っていろいろこう仕切ったりするタイプでもないし自分の意見をしっかり言うタイプではないねんけどお家では結構こういろいろ自分の思うこととか言うタイプだと思うんですよ。だから そんな,なんか反抗期っていう反抗期はないと思うう,うん <laughs> うんとか言ってまあママもないって言ってたしないんだと思いますはい NMB 入るって言ったのが最後の反抗期あーそれは反抗期なんかないやでも自分の意見を言ったとしか思ってないかな 分かんないママもあんまりそれが反抗期と思ってないんかもしれんはいじゃあ次えー、っとこれはくちゃんから頂きましたありがとうございますえー、っとこれはさっきちょっとあれですね一緒にするの忘れちゃった「はるちゃんの秋は何の秋にしたい?」っていう質問を頂い,いてるんですけどこれはさっきもあれ言ったようにおしゃれの秋にしたいですちょっと今まだ秋で合ってるのかちょっと 不明なんですけどどう思いますか皆さんこの時期今の時期はまだギリギリセーフ秋まだ大丈夫かな <laughs> どう思いますか秋まだ秋よかった秋やけどめ,めっちゃ寒い <laughs> それそれはそうまだセーフうわみんなみんな優しいなまだ秋で大丈夫ってみんな言ってくれてるやった じゃあまだまだまま秋をおしゃれを楽しみたいいと思います <laughs> まあ冬もねおしゃれ頑張りますけどちょっとねでも最近やっぱちょっとあれで寒いからね重ね着ですよねもう本当に <laughs> ギリギリ <laughs> はいじゃあ次、えー、ホニーさんから頂きましたありがとうございますドミノ立ててる間うさしの邪魔は入らなかった これはあれですよねなんか動画にあげた時に、ね、YouTube で全員でドミノみたいなこれは宇佐しはもう絶対にいたらもう倒しに来るだろうなって思ってたので <laughs> 倒しに来るなって思ってたのでもう来れない場所に連れてっておきましたちょっと宇佐しにはごめんって言って 何回もおしゃべりかけながらやってたんで大丈夫だと思うんですけど <laughs> はいじゃあ次、えー、人力飛行少年さんから頂きましたありがとうございます、えー、全力グローイングアップ10周年では折り面で披露してくれるのかなこれはね10月2日に頂い,いている質問なんですけれどもしませんでした <laughs> 残念ながらね させてもらえなかったですねはいまあねもうリナチぃがな卒業しちゃってね折り面でなくなってしまったしなもうそこはもう仕方ないですよね仕方ないまあ今ねもうその9もできてることやし難破鉄砲隊その9その9がねドンといっておりますのでね その8はちょっと悲しいです悲しい <laughs> ティフでやれたからオッケー。まあでもねティフはね一応折り面ではないからなそこはちょっと寂しいですけどまあ披露させていただけたのは嬉しかったですけどはいじゃあ次えー、味方町からいただきましたありがとうございます 足を出す服装にためらいを感じてできなかったというのは寒いからそれともほかにこれはもうブログに書いた通り寒いからです寒い <laughs> 寒くない最近なんか足出すのほんまにためらう寒すぎてだからなんかショートパンツとか ミニスカートとか履く時はもう最近はあのー、ニーハイブーツ履かなきゃ絶対無理寒いもんもう風邪ひいちゃう <laughs> 足は冷やしたいからそれなそうなんよな最近ちょっと冷え込むのでちょっとためらいますでもおしゃれしたいので頑張りたいんですけど まあ、タイツ履けばって感じですよねはいじゃあ次、えー、パパナキさんからいただきましたありがとうございますはるちゃん何気に毎日星座占いを見てるこれは見てないです <laughs> まあ、多分こなの間ツイッターとブログにカニ座が1位だったからっていう風に書いたからだと思うんですけどそれはトレンドに朝起きてツイッター見たらトレンド入りしてたから知っただけであって 全然見てなかったです最近ちょっとでも時々あのー、なんか今日頑張らなあかんみたいな時とかは時々見たりする時もありますちょそれで嫌やった時はちょっとあれなんですけど <laughs> あれなんですけどはいかなはいそしてこれが最後ですあよっよかったよかったよかった終われるよはいえー、こちら初めてね質問いただいたのでちょっと 読ませてもらいますね。はい、s i さんからいただきました。ありがとうございます。えー、はるちゃんに質問なんだけど、はるちゃん以外にこう呼ばれたいって呼び方ありますか？家族にもはるちゃんがいるので、ちょっと複雑で。もしよかったら教えてください。あら、これなんか親近感はるかからするとすごい。親近感が湧いて嬉しいですけど、はるちゃん以外か？まあ、特別なんかこれじゃないとやだとかいう風にはないんですけど。でもはるちゃんか？ はるかかがいいかなはるかって呼ばれたいですなかなかあんまり、まあ、ニックネームをそれで設定してるからっていうふうにいうふうなあれもあるんですけどはるちゃん以外ファンの方には呼ばれることがなかなかなくて。ってこととかなんか質問をね書いていただけたらこうやってショールームの方で言葉で。 お返しさせてもらうのでもし何か気になることがあればちょっとお待たせしちゃうかもしれないんですけど、まあ、できる限りね平日はショールームできればと思ってるのでそこで答えさせてもらいますのでよかったらもうね再開、今日から再開ということでぜひぜひ皆さんまた質問を待ってますありがとうあの気使って止めててくださった皆さんも本当にありがとうございますもう優しい そこから優しいですね初めて聞いてみるねぜひ待ってます。まあでもねそれえっと、まあ、一応注意点とすると教えてはるちゃんこうやってあの何て言うんですかショールームの配信で答えてるのでちょっとあのリピート放送的な感じのあれはないんですけどそちらはちょっとあのごめんなさい申し訳ないです。だから あ今日見れてなかったみたいな前回答えてくれてたけどみたいだけど見れなかったんですっていう方もねもう申し訳ないです本当にもうタイミングになっちゃうんですけどはいこちらは本当に申し訳ないんですけどそうジャンレディの方式じゃないねごめんな <laughs> 教えてはるちゃんちょっとジャンレディのあれまでいかへんかったわごめんな <laughs> リピート放送は言うてできないんですけど申し訳ないですはいでまあなんかお名前呼ばせてもらってるんですけどちょっと嫌やなって思った方とかをごめんなさいそちらもやっぱり誰がんかねあのよくもう遅すぎてはるかが <laughs> 質問を答えるの あの何の質問したか忘れちゃったっていう方もいるのでそれがないようにと思ってお名前呼ばせていただいてるのでそこはもし嫌な方がいらっしゃったらごめんなさい企画があるだけで嬉しいよありがとう優しいですね毎回見れば大丈夫もうね もうでも時々見られへん時もあると思うんですよ私もね配信できなかったりする日もあるから皆さんにもね都合があると思うんですけどそこは申し訳ないちなみに今日はちゃんと設定タイマーしてるので多分大丈夫なはず <laughs> この間がな,なんか突然終わっててびっくりしたから ほんまにびっくりしたいやそうタイマーなくても大丈夫かなとか思ってた,思ってたら油断大敵ってやつですね <laughs> もう過ぎててあこれもう切れてると思ってちょっとびっくりしたそういうのそういう時でも 何も言わ言わずにねこう今日の配信楽しかったよみたいな感じで <laughs> ツイートしてくださる皆さんほんまに優しいありがとうございますブログ送る時間もいるからなねそうですよでもまあブログはあれですねんショールームの時は大丈夫10時にもう勝手に切れちゃうので全然なんか あ、忘れてたってことは。ないかなぁ。はるちゃん一日一人で過ごせる。どういうこと?。終わったって思わず叫んだ。<laughs> びっくりした。皆さんもびっくりした。もしかして。 ブログ更新されるのを楽しみにしてるのよありがとう嬉しいまあブログねもうすぐ一年毎日更新の日ですねなんか意外とあっという間だった気がする一年更新毎日更新 ずっと見ていたいって今思ってます。そう、はるかのこと。もう、あの穴が開いちゃうぐらい見ててください。<laughs> ブログもあと十九日かな。な本当に。まあ、でも、時々なんか。こう、なんていうんですか。スランプまではないけど。 今日書くこと書けるようなことしてないとかいう一日もあったりしてやばいやばいどうしようって焦りながら <laughs> 書いてた時とかもあったけどでも書き始めると結構出てくるんですよねいろいろあこれもそういえば書けるなとかこんなこと伝えたいなとか。 だからなんかいろいろこう考える力も文章力はもちろんやけど考える力もブログを通してなんかうん養えたかなって思うちょっと違う内容でしっかり文章を書いてほんとはるちゃんになりたいてええー、そんないやでもほんまに 文章力はブログで鍛えられた気がする <laughs> 1年前からのはるちゃんのブログ全部読み返してるえっ、ー、恥ずかしい <laughs> めっちゃ恥ずかしいもうその頃の写真あんまちょっと見たくないもん <laughs> 自分では。 <laughs> はるちゃんの言葉のセンスが半端ないえー、めっちゃ嬉しいそれなんか最初の方はみんなすごい面白い内容っていうか言葉のチョイスが面白かったり内容がすごい何て言うの内容盛りだくさんだったりでめちゃめちゃ動機とかもいろんな。 お話書いててそれ見てすごいななんでこんな面白いブログ書けるんやろうってずっと思ってて研最近最近っていうかその毎日更新をしようってしてからぐらいはもう自分らしさっていう感じでなんかもう身につけてきてた頃やったからあんまりなかったけど。 ほんまに最初の頃はめちゃめちゃいろんなメンバーを見てどんな風に書いてるかとかめっちゃ研究したかなそれこそ昔の先輩方のブログとかも読み返して見たなさやかさんとかそれこそ見てました 同じコメントしか書いててなくてごめんいや全然全くもうねわざわざコメントしてくださること自体がほんまに嬉しいことやからショールーム配信とかでもそうやけどコメントをわざわざするって結構何て言うんろ勇気もいるしそれだけ時間も使わなあかんわけやからほんまにありがたいです。 ブログとかにコメントする時めっちゃ緊張するよなめちゃめちゃ勇気必要じゃないあれほんまにだからほんまに嬉しい一言でも送ってくれるのがすごい嬉しいしわざわざはるかのためにそうやって時間使ってくれてるわけやからありがたいなとも思うし本当に感謝でしかないですだから全然。 内容が同じだとか短いとか全然気にしないでください。逆になんか長くてごめんねとか言ってくださる方もいるけど全然ですよ本当に毎日何かをやり続けるものをわいも作りたい。 えそれはもうあれじゃないですかこれしかなくないですかはるはるかを押し続けてくださることじゃないですか <laughs> もう毎日してくれてるじゃないですか皆さん。<laughs> どう <laughs> ちょっと違う <laughs> 推しのためなら時間を惜しまなら惜まいよ優しいなぁ優しいうまい <laughs> やったわ <laughs> いやでもほんまに思ってるそうやってなんか、まあ、もちろん今も皆さんこうやってさ毎日のように配信来てくださってほんまになんて言うもうそれこそコメントもブログのコメントとかもいつもしてくださってこう。 毎日のように遥かのことを考えてくださってもうしっかりね毎日毎日遥かで遥かのことをね考えてくださってるのは嬉しいですけどこれからもずっとそうやってしてもらえるような存在でいたいなって思いますねめちゃめちゃ <laughs> それも前も毎日できてるお素晴らしい嬉しいですいやそれって結構 難しいことだとだ思うななんかさっきもさ推しのためなら時間もって書いてくださってたけどそれってめっちゃ難しいことやと思うはるかはまああんまりなんて言うんやろはるかはめちゃめちゃ推しみたいなフェアリーズさんとか好きやったけどめちゃめちゃ推してるみたいな感じではなかったからあんまりそういう何て言うんやろファン目線では分かってないからもっと分かりたいって今も思ってるしずっと。 ファンの皆さんはどう思ってるやろうとかすごい考えたりするけどなんか推しのためならって思うのも結構だって大変じゃないですか毎日それこそはるかとかだったら毎日ブログ更新するからそのためにって絶対大変やと思うしお仕事もあるし学校とかいろいろあると思うのにそうやってしてくださるのはほんまに大変なことだと思うから。 すすごいいと思いますもうありがたい本当に <coughs> めちゃめちゃ押してますよもう嬉しいですこれからもずっとねそう言ってもらえるように頑張りますあもう50分早いじゃあちょっとあれですねこれちょっと今日説明しようかなと思ってたんよ途中で忘れてたまたお話に夢中になっちゃって。 はる、い、かルーム恒例1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということで毎回言葉のプレゼントをさせてていいいただいています、はい、1位の方は、まあ、あのランキングで1位の方なんですけどラッキーさんっていうのが、えっと、2位から13位までの方のことでそれで2位から13位までの方の番号をこちらに入れててくじを引いてその方に、はい、させてもらってます。 なので今日もしままますすすよはい <laughs> じゃあランキンキグ読みますいきます13位関さんありがとうございます。12位マッツンありがとうございます。11位ムラッチさんありがとうございます。10位ベリマユさんありがとうございます。9位フレンドちゃんありがとうございます。8位シムさんありがとうございます。7位鍋さんありがとうございます。6位スパーク昇一さんありがとうございます。 5位コッチンさんありがとうございます4位三方町ありがとうございます3位藤枝さんありがとうございます2位徳ちゃんありがとうございますそして1位が末広さんですありがとうございますはいということで今日もランキングあランキングじゃないわ <laughs> ラッキーさん行きたいと思いますちゃんとねバラバラに入ってるので不正はなしです <laughs> ほんまにガチな運です行きまーす今日のラッキーさんは でーんんお2位ポクちゃんいますかすごいな2位2位なかなか引けへん気がするそんなことないおおめでとうございますガチな運ですからねこれねやばい青ペンが出ない 青ペンがなんかもう薄い緑に変えますこれね毎回やってるのでぜひぜひ毎配信お楽しみにはい今日の「 ラッキーさんは。はい、とくちゃんでーす。おめでとうございます。同じ確率なの。十二分の一じゃないの。はい、じゃあ、何番がいいですか。今日もお任せで。はい。そう、来る気はしたけど <laughs>。一応聞いてみた。何がいいかな。 はい、行きます行きます <laughs> とくちゃん、ユニバ楽しかったな次ははるかなことどこに連れてってくれるんはい、ありがとうございますおめでとうございますはいそして、今日一位の 末広さん、ありがとうございます。どこでも連れてきますって書いてくれてる。おお。どこがいいかなー。<laughs> どこがいいかなー。はい、じゃあ、末広さん、何番がいいですか。はるちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。 何番 <laughs> 1番「おけまるですいきますいきます何回いきます」言う <laughs> ねんって感じじゃないはい早く会いたいな会えたら1番に言って決めてるねん末広さん大好き はいありがとうございます。ありがとう。<laughs> まだちょっと慣れないですね。このこのタイプ、この4つ。あんまりだってこの4つで回数してないですよね。配信できてなかったもんな。ありがとうございます。よかった、今日ちゃんと,ちゃんと余裕持って終われたで。<laughs> 一番いいなってぜひねお話し会でもなんかこの4つの中からだったら全然するので何番やってほしいですとかこれ言ってほしいとかあったらぜひ言ってみてください。でそうこの間この間はねインスタライブかなそそれこそ恋なんかののサンキューの お話し会のその満員計画としてこれ出させてもらったんですけどもう改めてありがとうございますなんですけどこの間ちょっとねここ貼るの忘れててちょっと申し訳ないです <laughs> なんか改めてこうやってここちゃんと貼って見るとすごいですねもうなんか文字がもう <laughs> 凝縮されちゃって。 見にくくてなんか申し訳ないんですけどでもこの見にくさというか文字が凝縮されてる感がすごい嬉しいです本当に改めてありがとうございます嬉しい皆さんがね会いに来てくださるおかげでねこのね「満員」っていうオレンジでねちゃんとき書いて切って貼って <laughs> できております本当にありがとう。 嬉しいですはるちゃんの頑張りがすべてよもうねそうやって言ってくださる方もねすごいたくさんで嬉しいんですけどでもこれはね本当に皆さんが会いに行こうってこれもこれも勇気なんじゃないですかねコメントと一緒で勇気を出して来てくださるからこそなので本当に皆さんのおかげさまですありがとうございます。4部服装ねよく聞かれるんですけど 分、えっと、はもう456で同じ服装にしてますだからデートコーデですね4分は全部私服です456が同じ私服、えー、789がコスプレです、はい、確定手続き今晩23時までって書いてくれてますわざわざありがとうございますそうみたいなのでもしねあの 私はる、ね、かルームのはるかルームへのね鍵を鍵という名の剣 <laughs> をね持ってくださってる方はねぜひぜひ今晩の23時までみたいなのでよろしくお願いします会えなくなっちゃったら本当にもう寂しいのでピエンピエン超えてパオンですねそれこそぜひぜひはいうまいこと言うやんそう鍵とします遥かルームってずっと言ってるから はるかルームの鍵ですから皆さんは鍵をね手にしてくださっているのではルカルームへの鍵をねぜひぜひ確実にゲットっていうのかな <laughs> していただけると嬉しいですでまたもしあれやったらブログのまたこれまたブログのコメントになっちゃって申し訳ないんですけどブログのコメントにできればあの何日の何部 会えるよってはるかルーム待ち合わせだよっていう風にあに教えていただけるとありがたいです結構あの書かせてもらってるので皆さんがどの時間に来てくれるのかなっていうのは書かせてもらってるのでもしよかったらお時間があればねもうなかったら全然あの来ていただいてそれでももうはるかもう準備満タンで待ち合わせさせてもらうのでもしよかったらぜひブログのコメントでも。 書いていてただけると嬉しいです本当に皆さん今日もありがとうございました毎日のようにね最近配信させてもらってるんですけど皆さんがこうやって楽しみながら来てくださって本当に嬉しいですありがとうございますまた配信するので楽しみに待っててください今日もブログあげますお今日もブログあげるのでブログもよかったら見てください <laughs> こちらこそ毎日ありがとうこちらこそやで <laughs> こちらこそ返しですね <laughs> 本当にありがとうございます一緒に体調には気をつけましょう本当にありがとうございましたまたねーおやすみなさーいブログも待っててくださいバイバーイ <laughs>